第五世代アイドルのスーパールーキー、ゼロバセオネ、ZB1 がついにデビューする。7月10日午後2時、ソウル広津、ヒロツクンジンクイエス24ライブホールにて、ゼロバセオネのファーストミニアルバム、ユース・イン・ザ・シェード発売記念ショーケースが開催された。ゼロバセオネは4月20日に幕を閉じたエムネットのサバイバル番組、ボーイズ・プラネットから誕生した9人組ボーイズグループだ。 グループ名は0、0、から始めて1、1、になる、9人のメンバーの輝かしいスタートを意味している。未完成である0から1まで、ゼロバセオネがファンと共に自由な旅をしていくというメンバーの意思も込められている。ゼロバセオネは UFA エンターテインメント所属の中国出身ジャンハオを筆頭に、スタジオ GL1 で所属のソンハンビン、カナダ出身で NNH エンターテインメント所属のソクマシュー。 中国出身で UFA エンターテインメント所属のリッキー、ジェリーフィッシュエンターテインメント所属のパク・ゴヌク、ワケオネ所属のキム・テレ、UFA エンターテインメント所属のキム・ギュビン、ネストマネージメント所属のキム・ジュウン、UFA エンターテインメント所属の俳優陣まで、ボーイズ・プラネットで1位から9位になったメンバーで構成された。同日午後6時に発売される彼らのデビューアルバム、y o u インザシェード・ザ・ i n t h e s h a d e は、 輝かしい青春の美しさと、その裏の不安定さを描き、計6曲で構成された。タイトル曲、In Bloom は、ヴィンテージな感性とトレンディーな雰囲気が共存するドラムベースジャンルのナンバーだ。世界的なバンドアヘクタールの、Take On Me のメインリフをオマージュし、失踪するかのような速いテンポで展開されるフックで、軽快で爽やかなムードを高め、 またゆっくくりと続いていてメロディーとボーカルで若者たちの一つではない異なる面を表現する上で重みを加えた。歌詞にはまだ不完全で未熟だが君に向かって走るというゼロバセオネの意思が込められている。取材陣の前でタイトル曲のステージを初公開したキム・ジウンは責任感が生まれた。今後僕たちが歩いていきながら責任感を持って素敵な姿をお見せできるように努力すると伝えた。 キムテレは一つのチームになったばかりのメンバーととてもたくさんの話をした。学びたいところが多いメンバーたちと一つのチームになれて嬉しい。何よりたくさんの方々が応援してくれただけに素敵なデビューステージをお見せできるように一生懸命準備したのでたくさん期待してほしいと明かした。サバイバル番組終了後、 約3ヶ月間チームワークを高めるためにどんな努力をしたのかという質問に孫半ンは僕たちは多国籍グループなのでコミュニケーションのためにゆっくり話し合うのが先だった。リーダーとしてコミュニティや様々な活動をするときメンバーたちがみんな理解できたかを先にチェックしわかりやすく言葉を変えて会話することを最優先にした。メンバーたちは待っていてくれる性格なので 僕が早くまとめて練習や活動の際に話すと、メンバーがそれを理解して受け入れていく方式でチームワークができていった。メンバー同士の気が合うので、短い期間でチームワークをうまく高めることができた、と語った。ゼロバセオネは、デビュー前から世界中の音楽ファンの熱い関心を受けている。5月14日、日本、幕張メッセで開かれたンジャパン、K-Con Japan 2023。 に出演し、1万5千人の観客と交流。オリコンニュースや朝日新聞、フジテレビなど日本の主要メディアからも注目された。さらにマイグラミー賞はゼロバセオネを、2023年に注目すべき11の K-POP ボーイズグループ、11K-POP ボーイグラップス2ウォッチイン2023に挙げた。デビューアルバムは予約販売開始から13日で先行注文量108万枚を突破し、 ミリオンセラーへの青信号も灯った。ジャン・ハオは、ゼアンダーバー・ローゼ、ゼロバセオネのファンのおかげでデビュー前から素晴らしい記録が誕生した。今後もゼアンダーバー・ローゼの皆さんの愛に応えられる姿で、かっこよくデビューしなければならないと誓った。いつも素敵な姿をお見せする。感謝している、と明かした。キム・ギュビンは活動の目標について、新曲をレコーディングしながら、 トップに向かっていこうと誓った。僕たちの目標は音楽番組で1位になることだ。1位になったら素敵なアンコールステージでファンの皆さんに応えたいと伝えた。またリッキーはゼロバセオネとして新人賞を受賞したい。新人賞は一度しか取ることができない光栄な賞だ。ゼロバセオネ、ゼアンダーバーローゼの皆さんと一緒に受け取ることができれば本当に幸せだろう。 と明かした。望んでいる就職後も公開した。即魔衆は、これまで僕たちは成長する姿を見せてきたが、ゼアンダーバーローゼの皆さんはその姿を好んでくださったようだ。常に成長する姿をお見せしたい。期待を超えるグループになりたい、と伝えた。ジャンハオは、ゼロバセオネだけが披露できるスタイルを作っていき、僕たちが一つのブランドになって、新しいジャンルになる。 最初の記録を作り、K-POP の歴史を新しく書いていきたい、と大きな抱負を語った。第三世代を代表するグループエクソのカムバック日にデビューする感想を質問すると、キム・ギュビンは、練習生の時から尊敬していた先輩と同じ日に活動することになってとても光栄で、音楽番組で会えたら本当に嬉しい。エクソ先輩に、こんな新人がいるんだ、と印象を残したい。 新人の覇気を持って深い印象を残したいとし、もし会えたらサインをお願いしたいと答えた。最後に孫半ン,ン,ンは、もちろん成績も重要だが、多くのファンが僕たちから前向きなエネルギーを受け取って、歌を聴いた時に幸せを感じてもらうことが最終目標だ。メンバーたちと元気に活動。